こんばんは。家に帰りました。ありがとう、お疲れ。ハート、タコ、クッキー、飴、結婚してありがとうございます。お帰りなさい。ただいま、日本です。こんばんは。家です。ちょっと結構疲れがきてますね。キハッ、ありがとうございます。こんばんは。めっちゃ歩いたよ。外にいる時間長かった。指導も結構長かったですね。うん、日本、そうですよ、日本です。結婚してありがとう、クッキー、ありがとう。楽しかったよ、めちゃくちゃ。飛行機があっという間だったわ。1時間、弱ぐらい。すごい、これ大好き、かわいい、ありがとう。めちゃまクッキーもありがとうございます。バレンタイン近いんか。東京行くくらい。うん、うん。でも確かにトータルは福岡から、まあそうかもしれんけど、やっぱ搭乗手続きとか結構なんか大変ですね。入国審査。日本、日本ですよ。あったかい気がする、やっぱ韓国よりも。猫ちゃん、ありがとう。え、帰りもね、機内食が出たんですよ。機内食すごい。機内食、姉貴がくしゃみしてる。結婚してありがとう。ビーフはチキン。え、でも言われてないけど、行きはチキンが出て帰りはビーフだったね。そうだね。お土産買ってきた。買ったよ、なんかお姉ちゃんにさっき渡したんですよね。そう、買いました。でもなんか私めっちゃ優柔不断でさ、めっちゃもういろいろと悩みました。悩んだのとさ、あとさ、めっちゃ迷子になった。ねえ、なんかわからんくて、なんかナビもさ、なんかもうよくわからんくて、でも人にも聞けないから大変でした。クッキー、ありがとう。トラブルに巻き込まれてないか、大丈夫でしたよ。
うん、みんなで出かけた、みんなで出かけたりもしたし、自由時間もあったかな。そうなんです。うん、びっくりなこと？でもなんかなんだかんだ喋れなくってもどうにかなる本当に本当にそれは思いました。あとなんかアニョハセヨーとカムサハムニダーはめっちゃ使った。あとは本場の韓国料理は日本の韓国料理屋さんのとはちょっとまた味が違いましたね。本場の味とはちょっとなんかなんか違いが、なんかなんて言ったらいいか分からんけど、辛いのは多いです。あと屋台がたくさん。毎日お祭りだ。ありがとう。カンジャンケジャンはめっちゃ美味しかったよ。なんかみんながマジで感動してたもん。マジでうまい。なんかウニいくら違うけど、なんか甘い、なんかねもうすごかった。ウニ乗ってない、乗ってないけどなんかそんな感じ、ウニクラみたいな感じ。いやマジで甘い。なんか韓国ではご飯泥棒って呼ばれるぐらいご飯に合うらしくて、カンジャンケジャンは。そう、お米と一緒に食べました。おきちゃんに国際電話通話料大丈夫？いやなんかね LINE 電話したんですよ。なんで全然通話料かかってないと思うんですけど、いやなんかおきちゃんが韓国にいるんだよねって、すごいねって、確かにすごいと思いました。さ、韓国からさ歯医者の予約をね電話で変えようと思ったらね通じなかったのあの電話がそもそも繋がらなくって、あーってなりました。ありがとう。何人で行ったか？メンバーは5人ですね。千穂ちゃん、ひなさん、あ、私の足癖が悪くて、さあやん、サラピー、私。
そう、チャーミングトリップ、綺麗になった。みんな韓国そう初めてでした。そうなの。なんかでもやっぱり下調べが大事って思いました。本当に私全然下調べとかしてなくって、そう結構大事ですね。結構いろいろ教えてもらいながら過ごしたんだけど、こうしてありがとう。ガイドさん、そうガイドさんとかが教えてくださって、旅行するときは基本ノープランなの？いやーなんかさすがにプライベートはあれなんですけど、今回はもう結構決まってたんですよね。なんか修学旅行みたいな感じで組まれてたんですよ。何時に丸々、何時に丸々みたいな感じでね。そうそう、だからあんまりなんか行く場所とかに困ったわけじゃなくって、なんかそう、なんか何買おうとか、どれがいいんだろうとか、ほんと修学旅行みたいな、そうしおりみたいな。何買えた？美容グッズ買えた？買ったよ私。あと服とかも買ったし、お菓子も買ったし、なんかさ私さ、まあ、めっちゃ大きいキャリー持ってないんよ。本当になんか 2,3 泊ぐらいのキャリーしか持ってなくって、でなんかみんな本当になんか5泊ぐらいはできるような、もうめちゃでかキャリーみたいなみんな持ってきてて、私一人だけ割とちっちゃいキャリーで勝負したんですよ。で3日目の服は用意せず行ったんですよね。もうなんで現地調達しようと思って持っていかなかったんですけど、いやそう、でもそれでも結局めっちゃ手荷物がめっちゃ増えて、そう大変でした。いやマジでいっぱい入るキャリー必要ですよ。現地で買って、そう荷物をそうあまり持ってってない。でもすごいいい思い出になりました。物欲超満たされました。韓国からショールームね、すごかったね。
姉ちゃんがでもめちゃくちゃ喜んでました。停電しなかった、え、停電した、なんか今日の朝停電してて、そうそうそう、ギャーってなってました。きよめありがとう。なんかたまたま千日まであと1週間。ひゃー、バレンタインはなんかしたいな。え、そうなの、ちょうど重なるんだよ、多分。何作ろう、どうしよっかな。チョコメンバーに配るの？いや配らん。なんかね、メンバーにその時仕事が、まあ、重なる時にもういっぱいメンバーがいたら配れ。もう配らん、ちょっとそこまで大量には作れん、全部自分で食べる、自分とお姉ちゃん。買ったチョコやったらいけそうやけどね。くれへんの僕たちにはありますか。いや無理ですね。ショールームで作ります。画面を飛び越せたらいいですけどね。なんかさ、この何日間かですごい優柔不断を感じたんですよね。もう私って本当にもうダメだ。もうダメだって久しぶりに言った。優柔不断すぎてさ、いつ帰る予定？いやもう帰ってきたよ、ただいま日本。サラピは友人不断じゃないか。なんか私嬉しかったことがあったんですよ。サラピが私に2着同じ服の色違いを持ってきて、私に無言でこうやって見せてきたんですよ。だからサラピが似合う色選んでほしいんだと思って、こっちの方がイメージあると思うよって言ったら、いいや違います、これはどっちかがマイキューさんですって言ってきて、で、え、3人でお揃いにしましょうって言って、千穂ちゃんはこの色ですみたいな、どっちがいいですかって言われて、そう、私さ服とかあんま選べんのよ、やけさめっちゃ嬉しかったですね。
そう色違いでって、そう3人でお揃いにしました。でなんか着る時も指定されました。この時に着てきてくださいわかりました着ていきます。でちゃんと着ました。お休みって言われた。58分だ。ちょっと待てね。誕生日呼ぶよ。ハージーさん、スルメッコさん、リョンキューさん、リナペコさん、ケンジさん、勉強しなさいサムさん、ナンバのひさとさん、東京のスワンさん、くまねパパさん、マッサーさん、ナッツンさん、流れ物さん、ふくちゃん丸さん、ありがとうございます。皆さんおやすみなさいませ。明日も頑張ろう。明日は木曜日ですありがとう。え、もうすぐ連休なの ?3 連休あるの ?2 月は祝日多いんじゃないかな。おやすみ。また明日。ありがとう、見てくれて。またね。おしゃおやすみなさーい。